ブラックチャンネル。ここまでのあらすじは今月のカレコレの動画で見れるぞ。なんでわしがこんなこと言わんとならんのじゃ。このゲームおかしい。どういうことですか？ヒサが今晩死ぬはずがないんだ。なぜだ？だって俺が人狼だから。影千代が人狼？どうなってるんだ？ああ俺のせいでヒサが。影千代落ち着け。シディ今焦ってもしょうがない。そうですね、ここで混乱するのは人狼の思うツボでしょうし、それに今夜追放する人を決めなければなりませんしね。そうか、今夜も追放しなきゃいけねえのか。お、待てよ、今残ってるのは俺、ブラック、大地、影千代、シディの5人。今夜の追放で人狼以外を追い出したら今夜もう1人食べられて残り3人になっちゃうよ。人狼に勝つためには4人以上いないとって言ってたぞ。つまりこの追放で人狼を見つけられなければ人狼側の勝利、俺ちゃんたちは全滅ということですね。そんな、俺死にたくねえよ。そのために今夜の追放者を決めましょう。今夜の追放者って言ってももう決まってるよ。誰だ？影千代だよ。何？どうして影千代が人狼ということになるのだ？思い出してみてよ、影千代は姫ちゃんを人狼だと言って追い出したんだよ。その結果ヒサメさんが食べられちゃったんだ。まあ自分でも人狼だって言ってるしな。影千代。では影千代さんを人狼として追放でよろしいでしょうか？待てよ。なんだよ、まだ言い訳するのかよ。自分でも人狼だって言ってたじゃないか。確かに俺は人狼だった。だから自分が占い師だって嘘をついて住民の姫を追放したんだ。ここまではサトシの推理通りだ。だったら。けど俺はヒサを食ってねえ。え？俺が食おうと選択したのはブラックだ。おお、これは恐ろしいですね。けどブラックは食われずヒサが食われた。あ？どういうことだ？わかるか、シディ？うん、さっぱりわからん。つまり影千代さんはこう言いたいのですね。何者かが怪盗の役職で影千代さんの人狼の役職を奪った。その何者かがヒサメさんを食べた。ああ。もし影千代が怪盗に役職を奪われててこのまま追放したらどうなるんだ？それは人狼を奪った怪盗によって今夜誰かが食べられます。そうなればもう人狼は止められません。俺ちゃんたち全員が。かかか、そんな。いや、そんなの出まかせだ。そもそも怪盗はブラックじゃないかねえ。ええ、俺ちゃん間違いなく怪盗ですよ。待ってくれ。どうしましたか？影千代が人狼にせよそうでないにせよ、影千代は占い師ではないんだろう。そうだね。では占い師は誰なんだ？確かに占い師がいない。占い師はヒサメさんですよ。ヒサメが？なんでわかんだよ。そもそもなんでヒサメは名乗り出なかったんだよ。影千代さんが占い師を自称し始めたからでしょう。ああ。影千代さんにただならぬ思いを抱えているヒサメさんは、占い師を名乗り出た影千代さんが人狼だというのに気づいた。そこで自分が名乗り出れば影千代さんは人狼として村を追放されてしまいます。そこでヒサメさんは自分が占い師だということは黙っていた。つまり人狼は影千代さんなんですよ。やっぱり。姫ちゃん待っててね、俺が必ず姫ちゃんの仇を討つから。待てよサトシ、お前昨日から少し怪しくねえか。え？昨日姫に自ら投票しておきながら、今日はやたら姫のために姫のためにって。え？いや、それは。それに昨日気になること言ってたな。姫ちゃん、俺は最後まで信じてるから。サトシ君、しっかり私に投票してたくせに最低。待って、これには事情が。事情ってのはどういうことだ？それはもしかしてお前が俺から人狼を奪った怪盗なんじゃねえのか？そんなわけないよ、影千代こそ人狼なんでしょ。そもそも影千代が占い師だなんて言い出さなければ。ちょっと待ってください、ひとまず現状の投票結果を見てみませんか？最終決定ではなく仮投票ということか。そうです、俺はもちろん影千代だと思う。俺ちゃんもです。なんとなく影千代かな。俺はサトシが人狼だと思う。俺は影千代を信じるぞ。サトシが人狼に一票だ。このままでは影千代さんが追放となりますね。やったー！ちょっと待て大地、お前このままでいいのか？え？サトシが勝ったらうざくないか？想像してみろ、あいつのしたり顔。う
ぜ。あれがサトシのものになったらあいつ調子乗るぜ。そしたら毎日自慢されるかも。それは嫌だ。じゃあこっち側に来るんだ。ちょっと待て、そんな方法で引き込むのはありなの？ダメなんてルールはねえよ。それに先にルールを破ったのはどっちだよ。ルールを破った？何変なこと言ってるんだよ。では投票の時間です。レッツボーティング。サトシ追放決定。俺じゃない、影千代が人狼なのに。ブラック助けてよ。サトシを追放しちまったけど、これで外れてたら俺ら食われちまうんだよな。うん、そうなれば全滅だ。さてそろそろ夜が来ますね。今夜は誰も食べられませんでした。人狼はサトシ様、よって皆さんの勝利です。すげー楽しかったな。私のこと追い出すの早すぎだよ。もっと楽しみたかった。すげーリアルな人狼ゲームだったな。さすがはブラックの能力だな。混血のカレコレとブラックチャンネルのコラボって言っても何すればいいんだろう。最近の YouTuber 普通にコラボしても再生回数伸びないしな。お待ちください、実は俺ちゃん鬼バズり必死な企画を考えてきてるのです。さらにこのゲームには商品があります。商品？人狼が勝てば賞金100億円。すごすぎでしょ。100億円、すごい、素敵。マジかよ。人間側が勝ったら何がもらえるんですか？人間が勝てばズバリ画鋲を差し上げます。しょぼくない？人狼側に対して人間の商品しょぼすぎじゃない？カッカッカ。そうですかね。けど人狼ゲーム自体面白そうだよな。うん、もしかしたら100億円もらえるかもだし。ではこちらにサインを。ディール。はっ、悪魔の提案するゲーム、怪しいもんやるかよ。そうだよね、ちょっと怖いよね。うん、ここに3人分サインすればいいのか。ええ、お願いします。よし、かけたぞ。シディー。ディール。みんな楽しそうで何よりで。結局サトシが怪盗で俺の人狼を奪ってたな。ええ、さすがです影千代さん。じゃあなんでお前は最初に自分が怪盗だって嘘ついたんだ。ヒサが占い師ってのも嘘だ。なぜ？なんかわけわかんねえ理由でヒサが俺をかばったとか言ってたけど、ヒサはゲームで俺をかばうようなやつじゃねえ。俺を真っ先に蹴落とすのがヒサだよ。くちゃん。なるほど、そういう関係性もあるんですね。人間とは面白い。つまりお前は怪盗じゃなくて占い師だったんだ。するとここで一つ疑問が出てくる。占い師ってのは人狼に対抗する一番重要な役職だ。けどお前は自ら名乗り出ず、ましてや怪盗だと嘘をついた。お前サトシを勝たせようとしてたろ。なるほど、お見通しですか。サトシとお前は裏で手を組んでたんじゃねえか。惜しいですね、半分外れです。は？サトシ君は俺ちゃんがズルしたことは知りません。俺ちゃんが勝手にやったことです。100億円のためか。いえいえいえ、俺ちゃんが悪魔ですので、そんなものには興味がないです。じゃあ何に興味があんだよ。 YouTube の再生数だけですよ。予想通りです。人狼ゲームの動画はあまり伸びてませんね。人狼を勝たせてこんな動画を撮るつもりでしたが、あー残念です、こっちの方が絶対面白かったのに。せっかくカメラちゃんにも現実とゲームの世界全ての撮影をこっそりお願いしていたのに、こんなオチですみません。俺ちゃん人間を少々単純化しすぎてましたね。ですが今回一緒に遊べたことでいろいろ知れました。次に遊ぶときはもっと刺激的な動画を撮影できるでしょう。カレコレ屋の皆さんと。2月15日発売のコロコロコミック3月号は鬼ヤバ豪華。ワンナイト人狼ブラックエディションが付録に。カレコレ屋の皆さんにも登場してもらっています。ゲームの遊び方がわかる豪華小冊子も要チェックですよ。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録・高評価よろしくです。
次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。